小学部2年の斉藤です。今回話したかったのは、考えの重要性っていうのを僕は大学の今2年間過ぎて非常に感じていたので、それを話させていただきました。伝わってるかどうかわからないですけど、動画を見て一人でもその考えの重要性っていうのを分かっていただけたらなというふうに思います。亀井先生、ありがとうございました。ありがとうございました。